大規模災害時に国から届いた支援物資を迅速に県内の市町村に届ける訓練が松本市で行われました。訓練は松本市にある広域物資輸送拠点の山彦ドームで行われ、県の職員や物流業者などおよそ80人が参加しました。南海トラフ巨大地震が発生し、県内で甚大な被害が出たという想定。被災した都道府県からの要請を待たないで必要な物資を送る国のプッシュ型支援で受け入れた物資をいち早く市町村へ届けることが目的です。参加者は荷降ろしした物資の検品作業や物資を素早くトラックに乗せて発送する手順などを確認しました。能登半島地震を受けまして、物流事業者さんにすぐ入っていただいた方がいいとかっていう課題もですね、国の方で挙げられてますので、そういったことも踏まえて今回訓練を実施しました。災害いつ起きるか分かりませんので、こういう平常時にこういう訓練をして備えておくことが重要かなと思ってます。県は訓練で出た課題をまとめ、県内21カ所の広域物資輸送拠点で共有するとしています。